皆さんこんにちは。時間断層でブラックロードをしているジャパンサイファイの J です。今日解説するのは全てのドレッドノート級。西暦2202年の地球艦隊を支えるドレッドノート級は様々なバリエーションが生み出されました。今日紹介するのはドレッドノート級の13のバリエーションです。時間制御するあいつや船体にお経が書き込まれたあいつ、ブースター人生を送ったあいつに公式チーターが乗るあいつを一挙紹介解説していきます。2202から2205に登場する全てのドレッドノート級を解説していきます。皆さんは全部知っていますか？それでは解説いきましょう。まず解説するのはドレッドノート級の初期生産ロット。量産されたのは14隻で、アンドロメダ級とともに演習に参加する姿が確認されました。時間断層で先行量産されたこれらの艦艇はいずれも D で始まる英国式の艦名で占められていて、ネームシップであるドレッドノートをはじめ、デバステーション、ダンカン、ドミニオン、ディアデム、ドレーク、デボンシャー、ダートマス、ダイアナ、ダナイ、ダイド、ドーリス、ダブリン、ダイヤモンドの合計14隻が投入されました。初期生産ロットの特徴として艦尾部分の機関部付近の帯がクリーム色になっています。こうした帯の色でドレッドノート級を見分けないといけないのでちょっと面倒ですよね。次に確認されているドレッドノートのバリエーションはエンケラドゥス防衛隊仕様。エンケラドゥス守備隊30隻の中には3隻のドレッドノート級が配備されていて、それぞれアルファベットと数字を合わせた名前で呼称されていました。 E23 と E24 ともう1隻が確認されていて、それら3隻は数万隻規模で迫り来るガトランティス第7機動艦隊と交戦し苦戦を強いられていました。エンケラドゥス艦隊の指揮官は尾崎が務め、山並みのアンドロメダ艦隊はワープアウトするまでの時間を稼ぎました。エンケラドゥス防衛隊仕様には艦名は与えられておらず、代わりにアルファベットと数字の組み合わせで呼称されています。つまりこの時点で無人艦隊構想が始まっていて、ドレッドノート級を名付ける文化がすでになくなっています。ドレッドノート級は2202で推定約1万隻生産されているので、いちいち名前なんて付けてられないですよね。あれ、でもアークトゥルス191は、まあそれは置いておいて、エンケラドゥス防衛戦で活躍したドレッドノート級は大前岸兵器群のイーターの餌食となってしまいました。波動防壁を一撃で破られ、強鎮に追い込まれるなど苦戦を強いられました。しかしこの光線でイーターと初めて遭遇したエンケラドゥス防衛隊は、その後主力部隊にイーターのデータを送ったと思われるので、今後の地球艦隊の奮闘に大きく貢献したはずですね。エンケラドゥス防衛隊を永遠なれ。お次のバリエーションは山並率いるアンドロメダ艦隊に随伴した山並艦隊仕様のドレッドノート級。いずれも艦首部分に YF 山並フリートを意味するイニシャルが刻み込まれているのがチャームポイントですね。地球艦隊の波動砲艦隊構想を実現するべく投入された山並艦隊仕様はドレッドノート級量産の本命部隊です。土星戦線に文字通り大量に投入されましたね。戦場では順次多数のドレッドノート級がワープアウトしていくシーンが最高にクールでした。山並艦隊仕様はエンジン部の帯が黒くカラーリングされているのが特徴的です。土星戦線では波動砲の一斉射撃を行うも水星帝国に無力化されてしまい、多数の損害を出してしまいます。しかし続けて投入された銀河とともに戦線を再構築、山並艦隊仕様のドレッドノートは最後まで奮戦を続けました。山並艦隊には有人艦隊と無人艦隊が確認されていて、オレンジ色の環境が無人艦を示しています。お次のバリエーションは無人艦隊仕様のドレッドノート級。細かい設定は明らかにされていませんが、山並艦隊や地球防衛戦仕様などそれぞれのバリエーションで無人艦が確認されています。無人艦と有人艦は環境のライトで見分けることができます。オレンジであれば無人、青であれば有人艦ですね。例えば時間断層から出てきた地球防衛戦仕様の D 級は無人艦、戦後のドレッドノートで確認された D 級は有人仕様になっていて環境が青いですね。お次のドレッドノート級は増設ブースター仕様。なんとドレッドノート級を増設ブースターとして使用するというなんとも贅沢な使い方です。増設ブースター仕様のドレッドノートは通常仕様とは何ら変わらないのですが、アンドロメダ級に重力アンカーを使って節減しています。ドレッドノート級を節減することによって実質3機の波動エンジンを搭載することになり、ワープアウト直後でもドレッドノート級の推進力を使うことでトリプル B やトリプル Z アンドロメダは波動砲を撃つことが可能でした。もったいない使い方のように見えて非常に合理的なブースター仕様のドレッドノート級、非常にかっこいいですね。2205でアンドロメダとは言わずにドレッドノート級100隻をイスカンダルに送り込んでいればゴルバなんて瞬殺だったはずですね。2202の戦力がいかれすぎてて、2205のデザリアムやらボラを倒す方法が無限に湧いてきますね。お次のバリエーションは地球防衛戦仕様。ダークグレーとレッドが目立つその船体は9世紀の海軍艦を思わせるカラーリングが施されています。時間断層で大量に生産され、 AAA アドバンストステージと同時期に大量生産、地球直送の部隊として火星戦線に投入されました。2202ではアルデバランとともにアンドロメダ、ヤマト、銀河不在の戦線を支え奮戦、さらには地球艦隊の切り札である無人艦隊 BBB にも投入され、ブラックアンドロメダの増加ブースターとして多数の無人艦が投入されていましたね。
お次のバリエーションは火星防衛戦仕様、赤いカラーリングが特徴的なドレッドノート級です。トリプル Z アンドロメダ界の増加ブースターとして戦線に投入されました。アンドロメダ界の機動力と砲撃力を大幅に増強し、アンドロメダ界の敵中突破に大きく貢献しました。増加ブースターとしての機動力増加もさることながら、アンドロメダとは独立した砲撃システムで迫る敵を撃破していくシーンはかっこよかったですね。お次はドレッドノート級兄弟の代わり種、時間断層制御艦プロメテウス。地球人類の戦力を大量増産する核である時間断層軍需工場の制御艦です。ラボラトリープロメテウスと呼ばれるこの艦は、外界よりも10倍の時間が進む時間断層工場を管理監視するために建造されました。時空間の歪みが発生するこの場所に管理人員を駐在させることは不可能であったため、プロメテウスが制御艦として投入されています。次元エナーシャルキャンセラーと呼ばれる時間断層特有の次元と通常時間の間に生まれる次元感性を無力化するための特殊装置を搭載していて、断層内部であっても生命維持が可能です。お次はプロメテウスの兄弟エピメテウス。エピメテウスはプロメテウスと同時運用された制御艦です。黒い船体は地球防衛戦仕様と似たカラーリングを持ちます。エピメテウスは艦体側部にお経が書き込まれています。時間断層の AI はお経を書き込んだり、聖書の一部を書き込んだり、宗教を学んでいたんでしょうか。まあ別に真田さん最高って艦に書き込んでもいいと思うんですよね。お次は2205から。まずはガミラスに譲渡された地球型移民船。ドレッドノート級の名は外されているものの、波動方向が塞がれていて、戦闘指揮を行う環境も外されています。波動方向の蓋は分割されていること、さらに環境がなくなっていることから、波動砲スプリッターを装備した後期に生産された無人艦を流用したということが伺えますよね。かつてのドレッドノートも2205では平和利用されているということですね。お次は2205から。ドレッドノート階級補給母艦アスカ。2202以降、時間断層が放棄され、建造途中であった無人型ドレッドノート級を利用して完成されたのがアスカです。アスカは銀河艦航行可能な高速戦闘補給艦として第6号護衛隊に投入、さらに CRS 研究の成果として他の艦のエネルギーを補給する効果を持ちます。2205では波動防壁弾が活躍、さらにはエネルギー切れで窮地に追い込まれたヤマトにエネルギーを補充するなど、補給母艦以上の大活躍を見せていましたよね。まさにヤマトの嫁ですね。お次は2205からドレッドノート階級戦闘空母ヒューガ、ヤマトの嫁丸2です。戦闘空母ヒューガは連装式シリンダーを搭載し、艦載機を戦場に高速で展開することが可能な空母です。2205では波動砲艦隊構想から多機能複合構想に移行しましたので、戦艦としての火力と艦載機運用能力の両方が求められた得意な艦です。2205では波動掘削弾をはじめ波動砲発射シーンなど見せ場がありましたよね。2205では真田さんのチートが発揮されるのではと期待していましたが、そんなことはなかったですね。私はてっきり戦闘空母ヒューガがガシャガシャと変形してダイドロスアタックを決めるというふうに、ね、期待していたんですけどね。以上がドレッドノート級の全バリエーションの解説でした。もし漏れているものがあればコメント欄で教えてくださいね。アンドロメダばかりがピックアップされがちですが、ドレッドノート級自体も頭おかしいスペックですよね。標準戦艦なのにたんまり詰め込まれた大量の武装、そして拡散波動砲を装備しているのもやっぱりロマンですね。皆さんの好きなドレッドノート級のバリエーションはどれでしょうか？ぜひ教えてください。私はやはり地球防衛戦仕様ですね。グレートレッドのカラーリングは最高です。このチャンネルでは宇宙戦艦ヤマトのメカや謎を解説考察しています。もし波動砲艦隊構想を応援したいと思っているそこの艦隊主官の皆さん、画面上の赤いボタンを押して波動砲を発射しちゃってください。高評価ボタンを押すと拡散モードに切り替わります。それでは次の SF でお会いしましょう。さらば地球よ、旅立つ船は宇宙戦艦パパパパ。